姉さん、お土産発送終わりました。何購入してくれたんですか？それは帰ってからのお楽しみなんだな。なるほど。あと、泉さんの今携帯にですね、うん、昼飯食べたのを送っちゃいました。やば。これしかも食べかけやん。食べた後に思いついてるやん。食べた後に送ろう思って。いいですね。最後の最後になんか四万十らしいことができたんじゃないかなと、うん、思ってます。お家に帰ります。そこでです、風間さん、そんな普通に帰ってこれないんだな。いやいや、帰ってこれます。高速道路で帰ります。ノー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 。高知の四万十まで行ったっていうことはですね、もう一つしてほしいミッションがございます。あ、もう限界です。発表いたします。山越えてるんですよ、こっち。国道11号制覇の旅。今回はこの国道11号線を走破&何時間かかるか検証していただきたいと思います。まとめると、今から松山にとりあえず行って、うん、松山からスタートして徳島まで走ると。そうやね。だから松山市から徳島市まで国道11号を通っていくっていう感じです。そんなことできるんですか、人って？できます。とりあえず何時間かかるかっていうのを検証すればいいっていうことですか？とりあえず黙って、とりあえず松山市に行ってこいっていう感じです。っていうか、僕あの明日には絶対家帰らないといけないんですけど。うん、泉さん大丈夫。何が大丈夫なんでしょうか？安全運転で制覇してきてください。おはようございます。ということで、姫県松山市、多分ね、あの山のあの辺がお城なはずなんですけど、ちょっとね、ここから見えないんですね。パパに宿泊してですね、今、チェックアウトして出てきたところなんですけど、国道11号走破の旅ということで、本日も気合を入れて頑張っていきたいと思います。なんて言ってもね、今日は土曜日、愛媛県松山市から、ちょっと松山感がな、全然ないよな、ここどうしようかな、ということで、改めまして皆さんおはようございます。松山市内からお届けしているんですけど、路面電車が右側を走っております。厳密に言うとですね、あっちの右側、県庁って書いてあるんですけど、あっち側から11号がスタートして、こうぐーっと来てここっていう感じで、ちょっとあっち側からスタートなんですけど、出るとこ間違っちゃいましたね。ということで、ただいまの時刻が6時9分、国道11号走破の旅スタートしたいと思います。国道11号はですね、徳島県から香川県高松市を通って、ここ愛媛県松山を結ぶ国道なんですけど、今回はですね、愛媛県松山市から徳島の方に逆向きで進んでいきたいと思います。総延長は239キロということで、そこまでは長くないけど、そこそこは長い。四国は国道11号、55号、56号、この3本でですね、あの四国をちょうど一周できるようになってます。で、そのうちの1本が11号ということで、一桁国道がないね、四国の中では一番小さな数字がこの11号らしいです。まだ朝なんでね、比較的交通量全然少ないんですけど、多分これがね、お昼夕方になったらだいぶ交通量増えてくるんじゃないかなっていう予感がしてます。ただいまはですね、東温市、松山市の横かな、東温市に突入して、東温市を今駆け抜けてるところでございます。ここからですね、片側一車線の対向通行になってます。あのさっきのところまでは、片側二車線あったんですけど、車線減りましたね。ここからですね、次西条市、新居浜市、そして四国中央市、こちらを通ってですね、高松の方に抜けていくということで、まだまだ始まったばっかりなんですけど、徳島まで212キロって今出てました。
西条市に入りました。ただいまの時刻は6時47分、ちょっと山道っぽい感じになってるんですけどね、もう439号、438号を経験した私から言わせてみればですね、こんな道はもう山道ではない。高速道路の、松山道っていうのが11号と一緒に通ってるような感じなんですけど、松山道を通るとね、すごく早く、高松の方に抜けていけるんじゃないかと思うんですけど、もしね、愛媛から徳島まで下道で行きたいよっていう方のね、参考になれば、また徳島から愛媛まで、高速使うのちょっとなってなった時にね、何時間かかるのかなっていうので参考になれば幸いでございます。再び町に舞い戻ってまいりました。おはようございます、西条市の皆さん。おはようございます。この西条市もね、結構思い出深いところでございまして、これもね、スーパーカブの旅の時にその伊予西条駅の駅前のホテルで宿泊したのと、四国88カ所の時に伊予西条駅の駅前のところにの違うホテルにまた宿泊したのとね、2回宿泊してます。なんか分からんけど、ちょうどいいところにある伊予西条、松山で泊まるのちょっとなってなって、ちょっと進み出すけど、高松まではね、結構距離あるんですよ。気づいた時にはもう高松まで行く元気が残ってないんですよね。なんならもうすぐ厳しいっていう時にこの西条市、どっちかというとね、松山寄りなんで、松山で泊まってもいいと思います。はい、そういう場合はね、結局松山城をね、そういえば見れてないですね。松山城西みたいな、アパホテル松山城西みたいな書いてあったから、あれこうお城見えるんじゃねと思って予約したらね、本当に西側やったっていうか、お城がちょうどね、背面になってるというか、お城の背面になってるんですよね。で、山で覆われてるからね、松山城見えない。で、松山城のね、ロープウェイの乗り場もう、ぐるっと回っていかないといけないんですけど、歩いたらね、30分ぐらいかかるんですよ、あの場所から。めっちゃ罠やと思って。ただいまの時刻が7時27分新居浜市に入りました。順調すぎるよ。やっぱ朝出たっていうのが良かったかな。朝早起きした自分を褒めてあげたい。ということで、四国中央市に入りました。ただいまの時刻が7時44分。また全然朝よ。朝早いっていうこともあって、とりあえずどこもやってないんですよね。これ左手がですね、大王製紙国道走行です。右手リエール、右手リエールです。いつもありがとうございます。ネピネピ、ピネピはまた違うんか。骨骨しい建物が並んでおります。全国民のね、トイレを担ってると言っても過言ではない。本当にいつもありがとうございます。はい、グーン、スクスクハウスグーン。こんな感じでですね、ちょっとした工場見学ができる道でございます。よう来てくれたな、観音寺市へ。香川県観音寺市に入りました。ちょっとトイレ休憩をね、したいと思います。だいぶ時間もあるんで、うどんでも食べちゃおうかなということで、三浦駅の近くうどん。うどんをですね、食べ終わりまして、ただいまの時刻は8時50分。こちらですね、うどん、ウエットうどん。やっぱり香川のうどん美味しいね。めっちゃ美味しかった。体操服の腰のところに入れるゴムみたいな弾力でね、もっちもちです。いい意味でです。だしもね、美味しかった。そして鶏天も美味しかった。ごちそうさまでした。
まだ、9時になってないんですけど、再びですね出発していきたいと思います。この観音寺市に入ったということで、およそ半分ぐらいは来たんじゃないでしょうか。観音寺市はですね、銭形砂絵、昔の銭の形をしたね砂絵、大きな砂絵があるんですけど、そういうのがあったりとかですね、近くにあのこんぴら山があるということで、かなり観光盛りだくさんじゃないでしょうか。香川県三豊市に入りました。祖谷谷寺ということで、そんなこんなでね、高松まで48キロと、迫ってきております。もう50キロを切ったところです。ようこそ僕のふるさと三豊市へ。金目潤さんのね出身地ということで、うどん県副知事、三豊ふるさと大使、さすが金目潤。善通寺市入りました。ただいまの時刻がですね9時27分。やっぱ朝からうどん食べたらもう気合が全然違うね。うどんは元気の源、香川県民の皆さんのもう元気の源と言っても過言ではない。うどん、うどん食べた時と食パン食べた時のやっぱもう声の出方が違うもん。やっぱ日本人の主食はね米なんですよ。めっちゃ眠い。血糖値が悲鳴を上げてる。やはりですね、今回も香川県のお土産と徳島県のお土産と買って帰れたらいいなって思ってます。ちょっと愛媛県はね朝早すぎてもうお土産どころではなかったんですけど、ここから高松通るときとあと徳島通るときにね、ちょっとお土産屋さんによって泉さんと師匠にお土産を献上したいと思います。ということで、ただいまの時刻は9時52分。坂出市に入りました。坂出丸亀バイパスっていうところを通ってます。ということで、ただいまの時刻が10時15分、高松市に入りました。あと6分ぐらい行ったらね、香川物産館っていうお土産がたくさん売ってる物産館があるみたいなんですけど、そこにちょっと寄って、お土産を購入してですね、次徳島に向かいたいなっていう感じで、ここ右側がですね徳島方面、まっすぐ行ったら11号ということで、左側も11号なんですよね。なんてどういうことこれ。あちらですね、11の看板が見えるんですけど、その真ん前ですね、この公園っぽいやつが栗林公園です。でその中にお土産屋さんがあるということで、ちょっと歩いて見ていきます。ただいまの時刻が11時ちょうど。さっきの栗林公園、栗林庵でお土産を購入して、再びですね11の方徳島方面に走り出しております。ちなみに徳島まではまだこっから75キロあるんですね。これ驚きポイントです。徳島までこっから75キロあると。右方向11号の方に、高松は何回見ても驚かされるよね、この都市ぶりに。ほら、もうコルネ専門店とかあるもん。見たことないコルネ専門店、四国初登場、サクサクコルネ。今もしかしてコルネ来てる、コルネブーム来てる。今出発してから5時間経過したところなんですけど、やっぱ山道との疲れ方はまた違うなっていう感じで、439号走った時ね、すごい石が落ちてたんですよ。
石っていうか岩やな、踏んだらアウトみたいな岩がねゴロゴロ落ちてるんで、ずっとこうこの車のすぐ前ぐらいをねずっと見ながら運転して、それを踏まないようにね避けながらマリオカートみたいなことしてたんですけど、そこそこ大きな道路、まあ、ここはあのちょっと都市部やったんで、車線が多かったりするんですけど、2車線もしくは1車線ぐらいでね、そこそこ大きくて、まあ、カーブもそんなにないような道路だと、まあ、地面に石落ちてないんで、もう結構遠くを見ながらというか、本来の運転姿勢で運転できてると思うんですね。楽なんだな、これが本来の運転だったんだなっていうのを思い出したようなね、そんな一日でした。ということで、11時27分さぬき市入りました。87番86番、あ、87番が出てきたってことはもう88箇所でいう、もう本当に終わりのポイントなんですね、この辺は。ただいまの時刻は12時25分。今日気をつけて、またの故障、香川県。おそらく香川県が今終わりました。今回11号一番の見どころである海沿い。はい、来ました。徳島鳴門市入りました。発見しました。取れたて魚市、この魚市場めっちゃ売ってる魚、しかも泳いでる魚、これねお刺身買ったんですけど、お刺身買ったらなんかお盆と醤油入れつけてくれて、ここで食べれるみたいです。あとお土産をね買いました。鳴門北灘ってべっぴん鯛、めっちゃ美味しそう。鯛がねやっぱ有名です、有名みたいですね。よいしょ、ということで取れたて食堂魚市、行ってきました。ここね、あのご飯屋さんもあるんですよ。で、ご飯屋さんと物産があって、ご飯屋さんの方で最初食べようと思ってたんですけど、ご飯屋さんがねもう名前を書いて、てか駐車場ももう外まで並んでるぐらい今いっぱいになってるんですけど、ご飯屋さんがね空いてなかったので、お刺身とお土産をね購入して、で車で食べようかなと思ってたら、外の椅子で食べれるようになんかお盆みたいなのをねくれたんで、もしあのご飯屋さんの方がいっぱいな場合はお刺身だけ買ってお盆もらえるんで、それで外で食べるのもいいかなと思います。そしてあのべっぴん鯛めっちゃ美味しかった。臭みがまず全くないのと、甘さがすごい、そして歯ごたえが最高。この3個ぜひね、べっぴん鯛見かけたら食べてみてください。でこの車ね、あのドリンクホルダーがないんですよ。前に気づいたんですけど、このスペース、このスペースに直接ポンって置いてても倒れないんですよね、これ実は。原理は分かんないんですけど、すげえと思って、昔の車すげえと思って。ただいまの時刻は13時29分、県庁まで残り4キロ、吉野川大橋を渡るともうすぐに徳島駅が出てくる、そして徳島駅が出てくるともう11号は終わりということで、439号走破のために徳島県に降り立った私、高知県、愛媛県、香川県を経て、またですねこの徳島の地に降り立ちました。皆さんありがとうございます。はい、一つ目の橋渡りました。
で、もう一つ勝どき橋っていうのが出てくるんですけど、その交差点でですね終了です。この11号はですね、その後すぐに55号につながってて、そこからまたぐるっと、下を通ってね、室戸を通って高知の方に行けるよっていう道路になってます。この終わるちょっと手前の信号、これなんでか分かんないんですけど、めっちゃドキドキするんですよ。もうこのドキドキを味わうためにこれをやってるって言っても過言ではないぐらい、なんか胸が高鳴るというか、理由は分かりません。これが勝どき橋ですね。はい、ということで13時38分国道11号走破の旅、こちらの交差点で終了でございます。終わった。はあ、こっから国道55号始まってますということでね、今回は距離がそんなに長くなかったのと、朝早く出たので、そんなに目立った渋滞にも巻き込まれずにね、スムーズに走破できたんじゃないかなと思います。お疲れ様でした。皆さんかかった時間はですね、こちらに発表させていただきます。それでは本日もありがとうございました。国道11号を走破して、うん、帰ってきてしばらく経ちました、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今回、国道11号走破の途中で買ってきたお土産をね、紹介していきたいと思います、うん、香川県産のさぬきうどん、おー、こちらですね、お土産屋さんのランキングによると第3位のものを選ばせてもらいました。なんで第1位じゃない。なんか芋けんぴといえば高知のイメージがあるんですけど、うんうんうん、まあ、これは香川県産の芋けんぴということで、なるほど、高知行ったって言ってたもんな。けど買わへんかったやろ。忘れてた。一本食べてみてください。食べてみて。ありがとうございます。いただきます。シロップ使用って書いてるんで、うん、めっちゃ甘いんじゃん。うまい、甘い。こちら瀬戸内の激辛一味唐辛子、うん、辛さレベル見て、うん、唐辛子に3つついてる。美味しそう。これはあの途中お刺身をね、うん、食べたところの一夜干し、うん、と、うん、マダイの開き、おお、いいやつよ。本日試食するのはこちらの、イカの一夜干しと、うん、さぬきうどんですね、うん、香川県産のさぬきうどんと、この一夜干しに唐辛子をつけて食べるということで、最高やないですか。お昼ご飯準備していきます。シェフよろしくお願いします。わかしかけ完成でしょうか。完成です。美味しそう。月見ぶっかけうどん、あと激辛一味かけてみた。これマジで辛いって書いてあるから、え、どれぐらい辛いんか食べてみていい。うん、うん、うまい。うんうん、弾力はすごいな。うん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 、うまっ。うまっ。僕は一軒だけうどんをね、うん、食べてきました、うんうん、無事なくなら喋られへんよ。いかどうやった今回の。あ、なんか11号の方は比較的なんか余裕を持ってクリアできたんじゃないかなと。あ、そうやったんや、うん、で意外にゆっくり出てもよかったんじゃん。え、全然お店とかやってること考えたら、ゆっくり出てよかったなと思って。いただきます。うん、うまっ。おいしい。卵と出汁だけのシンプルやけど美味しいんじゃないでしょうか。これはすごい、弾力がすごいな、うん、お家でこの感じを味わえるんやったらな、うん、悪くない。じゃあ次は石垣国道制覇いきたいと思います。よろしくお願いします。いっ、きたえ、うどん噛んでる。うどん噛んでなかった。え、いつの本入れた。削ろうしてな、半分。え、食べるの早っ。